はい、どうも、優しいお兄さんです。今回の、動画はですね、新聞の、ニュースサイトの記事で、出てた内容なんですけれども、左の画面ね、もうこのね、今から調べるワード出てきてますけれども、Twitter の中でもね、今、ホットワードって、いうことで、注目されているキーワードっていうことで、関心が高いのかなということでね、おじさんの動画でも、警鐘をね、鳴らしてみようかなっていうことで、撮っていきたいと思います。ちなみにね、お兄さんの動画の中にはゴシップだとか、いう情報も含まれますんでね、そういったね、あるんだかないんだかわかんない。そういうのはちょっと苦手だよっていう人は、このタイミングで、他のチャンネルへ移っていただければと思います。それではね、調べていきましょうね。これ兄さんの普通のブラウザね、Firefox を使っておりますね。んで、これでね、ウェブカメラで、調べますと、んで、これで、ニュースでやるとね、多分こういう画面、皆さんも同じく、開けていけると思うんですが、朝日新聞、朝日新聞、マイナビ。お兄さん見たいのはこの、朝日新聞の記事だと思います。ということで、まず読んでいきますね。タイトルがウェブカメラ、ネットで丸見え3割、パスワードを設定せず。この映像は、インターネットでつながるウェブカメラ、ネットワークカメラをめぐり、パスワードを設定するセキュリティ対策が取られていないため、商業施設や住宅の映像、音声を第三者がネット上で見たり聞いたりできることが、朝日新聞の調査で分かった。朝日新聞が独自でね、このウェブカメラ、商業施設だとか、住宅の映像、音声を、独自に調べていたと。朝日新聞がね。んで、その調査の対象としたカメラの3割以上がこうした状態にあり、カメラを勝手に操作されたケースもあった。これ朝日新聞が調査で認めたということですね。低いコストと手軽さで活用が進む一方で、ネット社会のリスクが浮き彫りになった形だ。っていうことを朝日新聞は訴えてるわけだね。で、見られているとは、映像丸見え対策はっていうことで、ウェブカメラを含めてネットにつながるすべての機器には、IP アドレス、ネット上の住所が割り当てられており、国内には9000万以上ある。朝日新聞は、昨週以降、これらの IP アドレスを無作為にたどる方法で調べ、朝日新聞が無作為に IP アドレスを叩いて、たどるっていう方法で調べた結果、約125万のアドレスを抽出しましたよと。朝日新聞がどんどん叩いて、見つけた125万のアドレス。これリスト持ってますよっていうことでね。先月末時点で2163台のウェブカメラがネットに接続されていることを確認しましたよっていうことを朝日新聞は言ってるわけだね。その上で接続状況を慎重に検証した結果。この情報をね、用いて、朝日新聞が接続状況を慎重に検証した結果、35% にあたる769台が、パスワードを設定することによって第三者からのアクセスをブロックする対策を取っておらず、映像を見たり音声を聞いたりできたと。朝日新聞がね、それを、検証しましたよと。769台のうちほとんどが防犯や監視用として設置され、レンズが向けられている対象と状況から書店や美容院、飲食店、スーパーなどと見られた。っていうのが朝日新聞として、認識できたっ
ってことだよね。確認できたっていうこと。事業所の従業員、控え室、幼い子供たちがいる託児所のようなスペースもあったっていうのを朝日新聞は、独自の調査で、リストを回収して、まあ、それをもってして、まあ、やってんだよっていうことね。いう、まあ、記事が ありましてですね。まあ、ウェブカメラっていうのは、今は最近だとね、ノートパソコン、ね、普通にまあ、買ってくると、ね、蓋っていうのが、ディスプレイっていうのが、あの辺開けると、こう、カパッとね、ついてたりしますけれども、ああいうのまあ、もし変なソフト入ってたりしたらね、この辺、まあ、このタイプの、カメラだとね、なんかこの辺ピカって光ったりね、この辺ピカって光ったりね、で、ついて、使ってる時だけここピカって光ってたりするんでね。うん。あと、ノートパソコンでも LED ついてれば起動してる、起動してないっていうのはわかると思いますけれども、もし何かしら、不正なソフト、何かしらソフトバンバン、無料のやつ入れまくってる人、で、常時ここがついてるっていう人、ちょっとおかしいんでね。うん。まあ、なんか不安だなっていう場合には、このカメラのここにね、何かしらの付箋かなんかペタって貼っときゃ一番、まあ、精神衛生上安心かなって思いますね。で、まあ、こういうお兄さんみたいに、物を配信してる人、例えばね、ニコニコ生放送とか、あと YouTube とかね、こういうカメラ使ってる人も結構多いでしょう。でね、まあ、その人らがね、放送、消し忘れとかね、特に生放送やってる人はそうでしょうね、消し忘れとかで、ね、なんかなっちゃうっていうのを防ぐためにもね、何かしらカバーをこうつけるとか、付箋を貼るとか、ね、あ、こういう感じかね、うん、っていうのが一番精神性上いいと思います。うん。で、あとはそうだね、さっきの朝日新聞が言ってたやつっていうのは、そうね、朝日新聞って言ってましたけれども、パスワードをかかってるやつを破ったりっていうんではなくって、まあ、パスワードをかけてれば、これ別に公開する必要がないんじゃないかっていうやつをまあ調べたっていうことでね。まあ、違法だなんだっつうのは、ないと思いますけれども、うん。まあ、兄さんもそうだね。例えばね、海外の、こういう機器、うん、機器をこう配っているところで、まあ、ここから防犯カメラを、まあ、購入したとします。で、購入すると、この機械自体に、ウェブに公開する機能が含まれてたりするものもあるのね。で、まあ、説明書も何も読まずに、まあ、設置して。で、まあ、それをチェックする、まあ、ソフトを入れて、で、そのまんま、デフォルトの設定でやると、確かに朝日新聞、が書いてるような、パスワード設定できるにもかかわらず、いろんな情報を、まあ、映像としてね、リアルタイムで公開することになるっていうのも、ものによってはあります。まあ、市販のなんだ、まあ、こういうウェブカメラ向けのね、こういうのだと多分そういうのついてないと思うんですけれども、企業用のね、まあ、こういう見張り用のやつだとね、そういう機能が含まれてて、それがデフォルトで使えるようになってて、で、これがこの機種のコミュニティ的なサイトがあって、そこにこうデフォルトでパスワードかけてないとそこに公開されちゃう、っていうのもありますんで、まあ、お店の人とかね、全世界にリアルタイムで公開したい人は、パスワードをかけて守ればいいと思いますし、何かしらまあ、公開する必要ないなと、あ、違うわ、パスワードかける必要ない、全世界に見したいんだ。ね、例えば動物の動きをね、ずっと動物園の館長さんなんかがね、屋根につけて、これは公開するべきもんだって思うんであれば、わざとね、パスワードをかけずに、そうやってやりゃいいし。
まあ、我々がね、普通にインターネットをする上でね、気をつけたいのは、普通の私生活をね、まあ、生活してる、こういう状況をね、公開してしまうと、なかなか住みづらいと思うんでね。なんで、ウェブカメラの動きっていうもの、これまあ、ちゃんとチェックするようにしましょうね。ものによってはね、ウェブカメラをハックして、何かしら覗き見たりっていうのも可能だと思うんでね。リモートでね、なんかできたりね。まあ、そういうことで、お兄さんのパソコンにはウェブカメラついてないんでね。全くもって、そりゃ安心ということですね。あと、そうね、携帯のカメラとかそういうのも危ないんじゃないかって思われる人もいると思うんですけれども、あれは、勝手にね、ついたり消えたりっていうのも、まあ、不正なソフト、そういうものあれば、可能性としてあるかもしれないけれども、そういうの入ってなければないんでね、そのあたりは割と安心すればいいんじゃないかなって、お兄さん、思いますね。まあまあ、そんなわけでね、ウェブカメラ、パソコンでね、まあ開いて、ウェブカメラ、ついてんな、そういえば、って思う人はね、ちょっと不安だなって思ったりしたら、そこに付箋なりね、シール貼っときゃいいと思います。もうシールだと跡ついちゃうんでね、付箋つけりゃ、まあいいんじゃねえかなって思いますね。他になんかね、ウェブカム関係で、記事とかないもんかね。まあ確かにね、そういう、まあ私生活公開してる人も逆にいますんでね。ああ、こうやってね、磁石を貼っとくとかね。あ、こういうのが売ってんだね。まあ、興味ある人はね、探して見てみりゃいいと思います。海外の製品だとそういうのが多かったりするんでね。んで、なんだ、不正アクセス禁止法にこう引っかかるっつって、まあ言う人もいるかもしんませんけれども、パスワードを破るとかそういうんじゃないんでね。その点は特に問題ないんじゃないかなって、お兄さん思ってます。まあ、知らなかったからっていうのはね、それは公開してる人が悪いんであってね、って思いますし、パスワードかかってんの開けちゃいけませんよっていうこと。不正アクセス行為。ちなみに不正アクセス行為って何だろうね。アクセス制御か。これ全部。アクセス機能を有する。この辺だな。この法律において不正アクセス行為というのは次の各号にいずれか該当する行為を言う。アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に関わる、他人の識別符号を入力して作動させ、アクセス制御に制限されている特定利用し得る状態にさせる行為。制御機能を有する。まあ、いうことでね、まあ、アクセス系制限ね、アクセスの制限をかけてるものを、これ破ったりなんだりしなければね、勝手に繋いだってね、今んとこ合法ですっていうことです。なんで、まあ、全世界に公開されてるものを、ライブカメラとかね、いろいろありますんで、興味のある方はね、ライブカメラってね、いうことで、検索いただければ、それなりのね、ものにたどり着けると思います。ね。間違ってもね、パスワードかかってるもんをね、見たりね、破ったりしないようにしてくださいね。
そこから違うことになりますんでね。では、ではね、あとね、ペットを見守るソフトとかね、おじいちゃんおばちゃんの、様子をね、見たい、見なきゃいけないっていう理由で、まあカメラだったりソフトを入れてる人もいると思うんですけれども、それの公開情報にはついてはね、もし利用してる人いたら、その利用してるサービス、これについて会社さんにはね、ちゃんと確認して、これ漏れないのか大丈夫かっていうことね、他の人に見られる可能性はないのかという質問をね、ちゃんと知って納得してから使う、もしくは続けられるようにしてくださいね。じゃあまあ長くなりましたけれども、今回はね、このウェブカメラね、なんだ、つけっぱなし、あるいは勝手にね、動く、まあいう場合もあるから、ウェブカメラの運用ちゃんと気をつけるんですよっていうことをね、お兄さん伝えたかったんでね。まあ、ウェブカメラの仕組みね、映像や音声、パスワードがなければね、まあ、覗き見も確かにね、あり得るよね。IP アドレスが分かってれば、そのまま見れたりするんでね。あと同じソフト持ってて、見れるやつ、見れたりするしね。で、ロックしてればね、まあそこから遮断されるんで見れませんよと。だからまあこういう系のなんかネットを介するカメラのサービス使ってる人は特に今一度確認してみてください。でね、必要にね、自分家の中身とか、まあ、出したりするとね、お外の窓の風景からね、場所特定したりとか、今そういうの可能だと思うんでね。ではでは、この辺で失礼いたします、優しいお兄さんでした。ありがとうございました。今回の取材